北海道の墓石屋でした。ひろゆきさんの日本人は無宗教じゃないという以前聞いた話を共感してました。新しく悪化は難しいにしてもお墓参りを若い人に続けてほしいと思っています。ある刑務所の受刑者の9割はお墓参りをしたことがないとアンケートがありました。またお墓参りをしないことすることは他者の優しさ数が全然違うと統計データが置物監修で取れてました。じゃあお墓のない国の場合はどうするんでしょう。要はその町村だったりとか普通にじゃ あの海に亡くなった人を流しますっていうミクロネシアの国とかっていうのがあるんですけど、そういう人たちが別にじゃあその共感がないのかっていうとそうじゃないと思うので、まあなんかその恣意的なデータなんじゃないかなって気がするんですよね。まずお墓参りをする家庭ってそもそもそのある程度お金のある家庭なんですよ。お金のない家庭はお墓がないです。なのでお墓のある家庭っておじいちゃんおばあちゃんだったりとか、じゃあご両親がいて親戚がいてとかっていうので、ある程度その何か貧困な状態になっても助けてくれる親族がいるっていう前提なんですよ。でもその貧困家庭ってそもそも助けてくれる親族もいないので、お金がなくなったら夜逃げをするし誰も助けてくれないよねみたいなので、お墓参りなんかできないしお墓なんてそもそもないよねっていう状態なんですよ。なのでそういう人ってじゃあそのお金がないからなんか落ちぶれちゃった時は犯罪をするしかないよねっていうのになるって話なので、因果関係を別にしちゃってるんですよね。なのでそのなんかお墓がないから犯罪をするんだとか、お墓がないから人に対する思いやりがないんだみたいな、そういう考えに結びつけちゃう小木ママという人は、僕はむしろ人としては良くない人なんじゃないかなと思うんですよね。その生まれた時にじゃあ墓がないような家に生まれてしまうっていう貧乏な家庭に生まれちゃう人もいるわけじゃないですか。でもそのたまたま貧乏な家庭に生まれたけど、お前んち墓がないってことは犯罪者になる確率高いよねとか、お前んち墓がないんだからお前人に共感する能力ねえんだろうみたいなことが言えちゃうわけじゃないですか。なんかそういうその間違ったその意見を、間違った統計を持ってきてあたかも正しいかのように言うっていうので、で多分その今のお墓屋さんの人もそれ真に受けて言ってると思うんですよ。でもそれってその貧乏な家庭に生まれた子たちを傷つけるっていうのに多分気づいてないんですよね。そういうそのなんか正義のために他人を傷つけていてそれが悪いとも思ってないみたいな感じは僕はあまり好きじゃないんですけど、まあこれも僕が好きじゃないっていうあの行為、僕の主観の問題なので、おぎまま最高って言い続ける人はそれでいいと思います。墓石屋ですが墓じまいがすごい増えています。墓石屋さんが今後行く頃には他のサービスや商品と結びつけていかなければならないのか、何か良い策はありますか。ありません。ただあの墓石屋さんじゃなくて普通にその石を使ったアートっていう形で行くんだったら、アート作品屋さんだったりインテリアさんとして行けると思います。ただもうそのお金もないし、墓って永代でずっとお金かかり続けるじゃないですか。なので今の若い人たちが墓契約するってちょっと想像つかないんですよね。なので墓金払って維持するっていう方が僕は少数派だと思うので、新しく墓作るは相当ないんじゃないですかね。元からその西村家の墓みたいな先祖の墓があって、そこに入れるっていうのあると思うんですよ。僕西村家北海道が一応先祖なんですけど、で北海道西村家の墓っていうのがあって、親戚とかおじいちゃんおばあちゃんとか亡くなるとそこの墓にみんな骨壺を入れていくっていう感じなので、別に新しく墓は増えないんですよ。なのでそのタイプで元々ある墓に骨壺増やすはあると思うんですけど、今から墓石建てるかっていうと厳しいんじゃないですかね。こんなこと言ったらいけないのは分かるのですが、相山墓地を本気で売りに出したら相当開発事業はかどりますよね。まあ僕もそう思います。はい、結局そのお墓を作り続けると長期的には日本中お墓だらけになっちゃうんですよ。まあお墓をしまう人っていうのも一応いますけど、お墓って基本どんどん増え続けちゃうわけじゃないですか。新しくお墓を作りました、したらもうそこはずっと永遠にお墓なので、なのでその人類が1万年とか生き残ると多分日本中お墓だらけになっちゃうので、どこかでお墓を作るのってやめるっていう風にならざるを得ないんですよね。それがその土地が足りなくなってなるのか、経済的な理由でなくなるのか分かんないですけど、長期的には僕はお墓を作るという行為はあまりこう効率的なことではないと思ってるので、まあいつかどっかで止めた方がいいんじゃないかなと思います。お墓ってすごい無駄だと思うんですが、死んでるんだからお墓って意味なくないですか。永久に墓地が増えるとか超迷惑だし、一度墓地を作ると取り壊さないし、アイクロイドみたいなデータにお墓みたいなデータを残せばいいと思うんですが、ひろゆきさんはどう思いますか。僕も同じ考えを持っています。中国とかアメリカみたいな大陸がお墓を作るのは勝手にやればいいと思うんですけど、ちょっと甘噛みます。
土地が限られている日本で墓を永遠に増やし続けるのってめちゃくちゃ効率悪いと思うんですよね。なので一応こう火葬にしようっていうことで日本は火葬になったんですけど、そうは言ってもやっぱ墓増やしてるんですよね。都内だとその墓を作る土地があんまりないので、すげえ墓の値段高かったりとかするんで、僕の親族で墓作らないっていうパターンの人もいたので、僕は散骨はなんか海とかにばらまきゃいいんじゃねえのって思ってたりします。ただ日本の場合は海で散骨する場合はなんか許可みたいなのもらわなきゃいけないみたいなんで、そこら辺はちゃんとやった方が後腐れないと思います。父の会社で主に墓石を販売している28歳男性、年収960万円です。事業継承後はお墓で車のメルセデスやレクサスといったような墓石ブランドを展開し、さらなる事業展開を考えています。ひろゆきさん、墓石ブランドについてどのようなイメージがありますでしょうか。ブランドって名前なんですよね。例えばルイ・ヴィトンって書いてある革のカバンだと1個20万円なんですけど、それがなんかあのユニクロって書いてあるとせいぜい3万円だよねみたいな感じで名前で戦うんですけど、残念ながら墓石に名前入れられないじゃないですか。なのでその墓石自体をブランド化するのはかなり難しいので、デザインと衣装に凝るのと材質で凝るしかないと思うんですよね。例えばその水晶で作るとか樹脂で作るんだけど、なんで透明感のある墓石にするとか、珍しいという方向で行く方がブランドよりはまだなんとかなるんじゃないかなと思います。昨日松戸市の神社で呪いの藁人形が発見されたというニュースを見ました。藁人形が木につけられている映像の後、神主さんがこちらですと言って藁人形を出してきたので、さっきの藁人形はスタッフが木につけたんだなと思いましたが、藁人形の頭の上にはプーチンの顔写真が貼られたそうです。平和を願っては人形がっていうところがたまりませんでしたが、この犯人をひろゆきさんが予想するのはどんな人物だと思いますか。若い愉快犯か本気のご老体かのどちらかなと思いました。わら人形の出来を見ますね。あの確かね、わら人形ってアマゾンで買えたんですよね。もうないかな。確かね、前アマゾンかなんかで見た気がするんですよね。楽天だったかな。あの普通に、あ、売ってんだっていうのを見た気がするので、であれってその工業製品的に作ってるのであれば、多分あの出来で、要は藁ってそもそも手に入んないじゃないですか、そんなに。なのであの作るって言っても多分作ったことある人ってあんまりいないので、出来が良かったら多分通販で買ったやつなので、若者の愉快犯なんじゃないかなと思うんですけど、ボロボロでなんかその水戸納豆かなんかを一生懸命玉ねて作ってるなんだったらおじいちゃんかもしれないですけど、はい、メルカリでも売ったんだ。あ、めっちゃ売ってる。はい。ひろゆきさんは宗教心霊は信じないと言っておりますが、ご自身が亡くなられた時どのような埋葬の仕方を望んでおられますか。自分は独り身なのでのたれ死にかと思います。あの死んだ後は僕は何もできないので、なんか残った人が好きにすればいいんじゃないかなと思ってますけど、嫌がらせとしては何かな、勝手に靖国神社とかに混ぜてもらっちゃいますかね。そうするとほら、靖国神社に参拝する人がみんなあの僕にお祈りすることになるじゃないですか。靖国神社に参拝するような政治家の方々って僕にお祈りなんか絶対したくないと思うんですよ。でも靖国神社に勝手に僕のなんかあの位牌かなんか誰かがバーンって投げたら、結果的にその日本の首相はずっと僕にお祈りをし続けるっていう構造になるじゃないですか。っていうのがちょっと面白いかなと今思いました。はい。ちなみにあの僕、日本の首相は千鳥ヶ淵の祈りすればいいんじゃないかなと思ってるんですけど、はい。日本歴15年の外人です。人類史上最大の嘘は何だと思いますか。キリスト教。一度お考えください。私は宗教だと思います。あ、同じこと言ってた。今のように国って組織があって法律違反をすると警察が捕まえに来るっていう仕組みがなかった大昔は、誰かが悪いことを抑止するために考えたに違いない。ただ今や権力や資金集めのためだけに悪用されていて猛不要です。私はイスラム教徒ですが、神様はいないと思っています。ただ死んでから何もないってアイデアが怖くて、精神的な安定を得るためには信じたい人の考えが分かります。西村さんは死後の世界には何があると思いますか。多分同じで何もないと思ってるんですけど、とはいえあの人のコントロールをするためには、その宗教だったり法律だったりお金だったりっていうあの幻想をうまく使うと便利だよねっていうのがあるので、なんでその幻想を使ってるって話だと思うんですよね。で、多くの人はそのなんか宗教的な幻想ということにも、まあ例えばじゃあ宗教っていうと日本だと信じない人多いと思うんですけど、じゃああのお墓って蹴ったら悪いことをしたようだ気になるとかも、お墓って別にただの石になんかあの掘ってあるだけなんですよね、文字が。なのでただの石なんですけど、でもなんかそのお墓と言われる石とあのそこら辺の石は別に扱うみたいな、
っていう感じで、割とそのこれは特殊なものだよねってみんなが思い込んだらそれを信じるみたいなのがあったりするので、なので多くの人っていうのはそういう形で幻想を持たせた方が納得してコントロールしやすい、されやすいっていうのもあるんじゃないかなと思うので、その結果人類がこう社会性というものを持って他の動物から抜きんでたっていうのもあるので、なのでそれ自体も一概に否定するわけではないんですけど、ただ権力者であればそういう幻想って便利なんですけども、権力者でもない人が幻想に浸ってても利用されるだけなのになっていうふうに思ってたりします。